はい、皆さんはおはようございます。こんにちは。おまけいろまっきーです。はい、今回もですね、休日ルーティーンお送りしていこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、えー、ゴールデンウィークですね。皆さんはどういったゴールデンウィークをお過ごしでしょうか僕はというとですね、特にいつもと変わらない生活をしています。まあ、休みだからと言って、だらだら寝て過ごしたりとかはしませんね。 いつも通り朝活ををししてて筋トレをしてサウナに入るあとはちょっとねアニメ見たり YouTube 見たりもしますけどもうねこの繰り返しなんですよね習慣化した生活リズムを崩すのも嫌ですし何より体調にね影響が出てくると思うのでまあ長期連休でも規則正しい生活っていうのを意識しています で、これは完全に話が変わるんですけど皆さんは最近驚いたことってありますか僕はですね最近驚いたこと衝撃を受けたことがありましてそれがえこいつ何言ってんのって思わず聞いていただきたいんですけど最近肌ケアをしっかりしようと思うようになりまして洗顔フォームをね使って。 いるんですけど手で軽く泡立てていたんですよ。ままああ手というか、まあ、指ですよねでそんな時に僕の好きなユーチューバーさんが洗顔は泡立てネットを使えとおっしゃっていてそもそも僕泡立てネットっていう存在をですね知らなかったんですよ。 今までほとんど洗顔に興味がなかったのでこんな商品あるんだっていう驚きもあって早速無印さんに行って100円の洗顔クリームにネットが触れた瞬間にあの泡の立ち上がりモクモクモクって泡が立ち上がるあの感じがもう衝撃を受けて。 100円のただのネットで、ここまで泡立ち上がんのいや、もう革命でしょって思いましたね。はい。というですね、僕が洗顔ネットに大興奮したというお話でした。もう手で泡立てる時代は終わりましたね。はい。というわけでですね、雑談長引きましたが、動画の方に戻りましょう。 昼食ですね僕このセブンのカップシリーズにハマってましてこのタコとブロッコリーのバジルサラダめちゃめちゃうまいんですよまだねこのカップのシリーズ食べたことない方はぜひ一度手に取って食べてみてくださいうますぎなんで はいというわけで午後はカ活ですあいにくの雨模様なんですが1泊ということで今回テンション高まっておりますいやー楽しみ楽しみ途中いろいろなところ寄りつつ到着しましたクオードイン横手こちらですねビジネスホテルなんですがサウナがね特徴的なんですよ 鎌倉型サウナがかなり売りのサウナ施設ビジネスホテルですね久しぶりの1泊かけての査活なんでねテンションバック上がりですはいフロアマップはこんな感じですねレストランとかジムも気になりますけど早いとこ大浴場に行きたいですねはいエントランスもかなりおしゃれな感じで雰囲気いいですね こちらが食堂ですね。グーグー亭。いいお店の名前ですね。はい。というわけで、今日の城に入室しようと思います。303号室ですね。カードキータッチして入ります。ビジネスホテルといえども、やっぱりね、久しぶりに来るホテルの部屋ってテンション上がりますよね。 はいというわけで部屋はこんな感じですツインベッドにあとは本当に最低限のものが揃ってるって感じですねテレビとまあ椅子机冷蔵庫って感じですね広さ的にもちょうどいいですし清潔感もかなりあったのでこれはね心地よく過ごすことができそうです無駄な装飾とかもなくて シンプルで洗練された部屋っていった感じですかねはいトイレもですね特に特徴があるわけではないですが清潔に保たれていますまあ逆に汚いトイレホテルで汚いトイレっていうのはね見たことないんですけど、うん、はい清潔に保たれています はい荷物を置いて早めの夕食です2代目丸吉さんこちらの混ぜそばかなり気になっていたのでやってきましたこちらカラオケ屋さんと一体化しているお店ということでかなり特徴的ですよねカラオケもできるんだ はいメニューを見て即決しましたカレー混ぜそばもうカレーうどんかよっていうぐらいの麺の太さあとはスパイスの効いたカレーの風味が相まってもう箸が止まらなかったですね締めに追い飯を入れたらもう完全にカレーライスもうねカレー万歳でしたねはいホテルに戻って着替えました ホテルの方はですね浴衣っておっしゃってたんですけどこれは完全に館内着でしたねはい早くですねサウナ行きたいんですけどまずはしっかりと消化を促しますやっぱりですね満腹の状態だと気持ちよさもね半減しちゃうんですよねさてさてさて約1時間時間を空けてやってきました楽しみー はい、はい、大浴場横にはちょっとした休憩スペースがありますねゆったりできそうはい漫画も置いてますし飲み物だったりアイスクリームも置いてますさてそれでは待ちに待ったサウナ行っていきたいと思います はいというわけで今回もね存分に蒸され散らかしてきましたし今回のサウナ上がりのドリンクは今結構話題になっているノンアルのレモンサワーですもう完全にですねレモンサワーでしたね本当に甘くなくて飲みやすいんですよノンアルなのにこの風味とかだけで酔っ払ってしまいそうなくらいしっかりとしたね味わいでしたね さあというわけで今回のねサウナのポイントを挙げていこうと思うんですがまずは何といっても鎌倉型サウナですよね皆さんが想像している鎌倉まさにあの形なんですよ入り口も天井が低くてもうここまで再現されてるかってぐらいの感じです中もサウナストーブを囲むように円形の座席になっています 室温は約90度なんですけど体感的にはもっと熱く感じますただ湿気もねあるのでかなり心地いいんですよ個人的にはかなり好みなサウナでしたね続いて水風呂はですね水道水なんですけどかなり深さがあるので体全身すっぽり尋常じゃない爽快感を体感することができます 最後に整うわけなんですけど中にはデッキチェア露天スペースには椅子が用意されていてどちらもたまんないです特に露天スペースはプチ日本庭園のような感じですので雰囲気だけでねもうね飛びますねあとはお風呂のお湯に軟水を使用しているということでそういったねこだわりも感じられるお風呂ですので 総合的な満足度で言うとねもう最高ランクでしたねもうたまんなかったですこちらはですねちょっとおふざけタイムですねはいさああとはですねこのレモンドーとクラッツで寝るまでのチルタイムを楽しみたいと思います はいチルホップを流して最高のチル空間を作ってチルタイムを楽しみたいいと思います何回チル言うねんって感じなんですけどいやもうね最高ですねこうやって薄暗くしてチルホップ流しながらお酒を飲むってことは一人ではあまりやらないのでいや新鮮なね気持ち気分でしたね こうやって心を落ち着かせる時間を作るっていうのは改めてね大切なんじゃないかってね思いましたねあとはもうこのまま眠りにつきましたはいというわけでおはようございますもう習慣がしているのでいつも通りこの時間帯に目が覚めましたね早速ですが朝ウナに向かいたいと思います そ,その前にカラッカラの体に栄養素ということで昨日買っておいたプロテインを補給しますいやーもうサウナから始まる休日ってもう最高ですね素晴らしい一日になる予感しかしませんねというわけで朝ウナ行ってきます入れ替えはい朝ウナをバッ 木脇に決めたあとはいやー朝からねおろぽをあおれる幸せ完全に飛びますよはいというわけでチェックアウトです最高の1泊になりましたあの鎌倉サウナの気持ちよさはここでしか体感できないね最高 のの体になると思うので入浴だけの利用も可能なのでぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうかはい旅の最後に横手らしいものが食べたいなということで来ましたふるさと村やっぱり横手と言ったら横手焼きそばなんですよねちっ 小さい時時から横手方面に行っったたは決まってこれでしたいやー懐かしい味がしましたねはいというわけで今回の休日ルーティーンいかがだったでしょうかゴールデンウィークも後半に差し掛かってきました皆さんも残り少ない休日を有意義にお過ごしくださいサウナ新規開拓もねバンバン行きたいと思っておりますのでまた次回も見ていただけると嬉しいです それではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ